次のお便りいきましょう。じゃあカボンさんお願いします。はい、私はバレーボール部に所属しています。ポジションはリベロ、野安さんと同じポジションです。稲荷崎戦で野安さんが宮厚にサーブを狙われて、やっと拾えたのに悔しがってるところ鳥肌が立ちました。私は野安さんみたいな鋼のメンタルを持っていません。どっちかというと東根さんみたいですかね。そこで皆さんに質問です。緊張してるときどうやってその緊張をほぐしますか。よければ教えてください。オーソドックス。なるほど。緊張をほぐす。まさかそっちに来るとは思わなかった。でも北さんの言葉を借りるなら、練習通りにやればそれ以上のことをやろうとするから緊張するって言ってましたね、北さんはね。確かにその通りだなとも思うけど、やっぱ緊張するときありますよね。しますよ。そんな時は僕はどうしてる。なんか例えば今日だったら5人いるんで、一人で頑張ろうとせずに、多分みんな助けてくれるっていうのをちゃんと感じれば、なんかあった時に宮本さんお願いしますっていう風な感じで。いや任せっきりかい。違う。でも分かる、宮本さんに任せよ。まずは頑張ろうよ。まずは頑張ったら助けるけど。強すぎる。そうですね、努力もなしに、あ、じゃあなんか宮本さん面白いことお願いしますみたいな。それはやばすぎる。仲間がいるっていうのを感じると、ね、ちょっと緊張は確かにな、一人で頑張んなくてもいいんだなっていうのは感じるかなと思います、ね、信頼ですね、はい、仲間の存在大事だ ね、助け合えるっていうのは確かに大事かもしれないですね、うんうんうん、宮本さん緊張されることありますか。めちゃくちゃする。意外かもしれないけどめちゃくちゃする。どうしてるんですか。その時いやもう緊張しっぱなし、ずっともうね、逃れることはできない、緊張は。だからそこを考えちゃダメ。緊張しないようになりたいじゃなくて、緊張感を持ちながらやるって全然悪いことじゃないから、それは失敗が怖いとか、だからこあの緊張するってなるわけじゃん、でもそれってイコール理想が高いとか、ちゃんと僕の場合は例えばお客さんに、自分が下手こいたところを見せたくないっていう、なんかプロ意識の高さみたいなことに僕は思おうとしている。だから悪いことじゃないんだっていう。なるほど。それはそうです。だそれが全くないっていうよりも、緊張感持ちながらやってる方が絶対うまくいくと思います。うそうね。だってむしろこう緊張してない時の方が怖くなる、あれなんか変なこと起きそうだなみたいな。そう、ちゃんとしてないかもしれない、もっとちゃんとしたことができないかもしれないって不安に陥る。どっちかっていうともう少しぐらい緊張してる方がちゃんと自分の、まあ、いいものを見せたいっていうものの表れかなと思うので、そうそうそう、自分にとって、あ、緊張してるからよかった、今日もちゃんとできるっていう風な、何かいい方のバロメーターになってるから。確かにね。でもさ、そう考えるとさ、緊張がほぐれた瞬間も緊張してると分かるからさ、その時のなんだろう、パフォーマンスの向上が見られるというか、今大丈夫だってなれるから、最初固まるのはあまり悪いことではない、ね、スタートで固まるのはいいことなのかもしれないですね、それだけ大事に思ってるってことですもんね、さっき神本君がやってくれた反復練習しとけば、それはきっとほぐれる瞬間が来るからっていうね、積み重ねなんですよ。そう、成功体験ですね。めちゃくちゃいい話。すごい、急にバズる。びっくりしちゃった今。っていうのは嘘。照れないで。ダメダメ、照れちゃう。全部嘘。あんまこういうの語れるんだったらもう。ってネットに書いてありました。すごいよ。これどんどん裏返しちゃう。令和一の詐欺師よ、もう。みんな騙されてる。怖いわ。すぐそういうこと言うとすぐ照れちゃう。真面目な話するとちょっとね、ちょっと照れちゃうの分かりますけどね。いやでも勉強になりました。ありがとうございます。